はい、涼介さんのバックハンドストロークはストローク時にボールに近づく足が右側から近づいてしまうことによってまず体がロックされています。そのロックされることによって何が起きるのかというと、どうしても手の振りに頼らざるを得ないスイングになります。その関係で左腕の肘が脇から離れてしまって非常に力が加えづらい状態になります。まず打ち方がどうのというよりもボールへの入り方です。まずボールに近い方の足がセットされることによって瞬間に対応する押せる体が作れます。それによって自分からボールに加えれる動きになりますので、動きとしては近い足から入り込んで捉えていく、その運動を四方八方の動きでできるような練習をトライしてみてください。